地獄の法、あなたの死後を決める心の善悪、大川隆法。第五章、救世主からのメッセージ。四、地球を魂修行の場として維持したいという希望。真善美の世界を打ち立てることこそ、地上でのユートピア作り。私の希望はやはり来世以降もこの地球というものを多くの魂の天生輪廻の場として修行の場として使えるように維持したいということであり、またこの地球が宇宙から見て魂修行の場として極めて好まれている場所であるということを多くの人たちに理解してほしいというふうに思います。教育の根本から立ち返って見直さなければならないですが、できればすべてのことを通して、この地上に善なる世界を打ち立てることが大事だと思うし、真善美の世界、真なる世界であり、善なる世界であり、美なる世界を打ち立てることこそ、地上でのユートピア作りになるということだと思います。ただ、この地上のユートピアは、決して永遠にこの地上に魂が執着するためのユートピアであってはなりません。いずれ肉体を去り、あの世においては食べ物も食べない、お互いに手を握り合うこともできないような世界に移行します。そうした幻影のような世界に移行するが、それが実体の世界であるのだということを理解するところまで、人間は賢くなければならないと思っています。地獄界の増大と悪の蔓延の中で、一人一人の心を救うという大きな使命を各人が果たせ、今地獄界の増大と地上世界における生きている人たちの心の在り方の悪の蔓延に大変心配を重ねています。どうか人々に強くあってほしいと思うし、目に見えない世界が本当の世界で、目に見える世界が仮の世界だという、実にこの世的に足場を置いている者にとっては分かりにくいことではあろうけれども、この世で目が見えているものが実は見えていなくて、この世のものでないものが見えているものが本当に目が見えているものであるという逆説的な真理を学んでいただきたいと思います。これさえ分かれば、すべての宗教の根本にあることが、その意味が分かると思います。この世のあらゆる苦しみや悲しみも、来世以降の幸福のためにあるものです。ですから、この世の苦しみや悲しみを、そのまま自分の人生と同一視してはなりません。経験は経験。しかし、そこから学び取ってこそ、真実は光ってくるものだということを忘れないでいただきたいと思います。これから真実への戦いの時代に入っていきます。まだまだ私の思いとはるかにかけ離れた現実が維持されております。どこまで我慢ができるかは分かりませんけれども、ただ危機は近づいているし、現に今起きている、今危機の中を走っているのだということを知っていただきたいと思います。本当に尊いものを尊いものとして、尊くないものは尊くないものとして、
見分けて生きていくことを望みたいと思います。救世主からのメッセージとして私から発せられることは以上になります。どうかこの真意を汲み取っていただきたいと思います。数多くの書籍群がこの内容を補っているものだと思います。どうか一人一人の心を救うという、そういう大きな使命を各人が果たしてくださることを心より祈念してやみません。